はい、えー、失礼いたします、えー、京都市立桃山中学校校長の森でございますよ今日よろしくお願いいたします、えー、本校の研究につきましては、えー、本校教務主任主管教諭の井上の,井上の方からさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします皆さんこんにちは、えー、桃山中学校主管教諭の井上と申します、えー、研究の取りまとめをしておりますので私の方から研究概要の方ご説明させていただきますすいません座って失礼いたします まず本校は京都市の南端伏見区というところにあります伏見桃山城のある歴史ある地域であります学校の方としましては本校区には3つの小学校がありまして3章1中でブロックを構成しております本校はこの地図の星印の位置にあるのですが非常に広い校区の隅っこに学校が位置しているということで中学校が地域コミュニティの中心になりにくいという課題がございます 学校規模についてはこのようになっております本研究にあたり研究主題をこのように定めました設定の理由ですが本校生との多くに見られる課題として他者とのつながりが弱いこと学びに対する主体性に欠けることが挙げられます予測困難な将来社会を生きていく子どもたちにとって 他者とより良い関係を築き共同しようとする態度や目の前の課題に対してすべきことを自分自身の目で見極め主体的に行動する力は不可欠であると考えていますそこでこれらの資質能力の育成を最重点課題とし学校教育目標及び目指す生徒像をこのように定めましたそしてこれらの実現のためには地域や社会との連携 共同重視した教育活動の推進が必要であると考え小学校を含めた9年間の学びの中で地域のさまざまな人々と関わりを持ちながら地域や社会のためにできることを探求し地域の一員としての自覚や誇り自己有用感を育てることを狙いとしてカリキュラムマネジメントに取り組むことを本研究の主題といたしました研究体制としましてはこのように推進委員会を組織し 取り組みました地域や保護者との連携・共同というものが図れるように学校運営協議会また PTA 本部の方も研究組織の中に位置づけております研究内容としては大きくこの4点が挙げられますそしてこれらを保護者地域との連携・共同によって進めることというのを研究の重点としておりますそしてここれらはこのように カリキュラムマネジメントの3つの側面というものに沿った研究内容となっていますではこれら4つの研究の実践について順に報告いたします1つ目は昨年度研究のスタート時より行ってきたことです本校では先ほど述べました生徒の課題に合わせ育成を目指す資質能力としてこの2つを焦点化しました スライドに赤と青で表示しておりますが、これは焦点化資質能力のイメージカラーとなっています。校内の資料等の中にも赤字、青字で見えるかを測っています。このように手軽な方法で資料の見える化を図ることは非常に有効でしたのでご紹介いたします。そしてこれらを全教職員で共有し、これらをより具体的な子どもの姿に置き換えることで、 目標の具体化を図りました目標が具体化されることで必要な取り組みも具体化されさらにはその評価も具体的なものとなりますあらゆる教育活動にこの視点を取り入れ教育活動の見直しを図りました2つ目の研究はカリキュラムののデザインに関すするものです本校では総合的な学習の時間を中核とした教科と横断的な取り組みを目指し 総合的な学習の時間の改善と教科等の授業改善の両方に取り組みましたその際互いのつながりや王冠というものを意識して取り組みました総合的な学習の時間についてはこれら四つの資質能力を焦点化し教育課程の中核となり得るものを目指して改善に取り組みました研究一年目はまず 地域連携とキャリア教育を重視した内容的な改善から入りましたししかし研究を進めるにつれ教科等横断の中核とするならばもっと質の高い学習活動を保障するものでなくてはならないという課題に直面いたしましたそこで今年度は内容だけでなく教科等で身につけた力が活用できるように探究的な学習の質を上げることを意識しました。 具体的には探究課題を明確にし子どもたちとしっかりと共有することそして探究のサイクルを学習活動の中に意図的にしっかりと位置づけることで探究的な学習の充実を図りましたまた小学校段階からの学びの積み上げを重視した改善にも取り組みました具体的な改善例として 1>, 1年生の単元であるプレイランド桃山という取り組みを紹介しますプレイランド桃山とは長年続く本校の伝統的な取り組みで地域の保育園児を本校に招待して手作りのゲームコーナーなどで楽しんでもらうという交流会です。昨年度の改善で園児だけでなくお年寄りも招待し地域における異年齢交流の場としました。 活動の様子ですが生徒の主体性を引き出すために実行委員会の活動に力を入れましたファシリテーション等を活用した探究の中で目指すゴールのイメージを整理しましたそしてそれを生徒スローガンとしてまとめ一年生全体で共有をしました地域の人々をつなぐ架け橋になりたい そんな高いモチベーションを持って企画が始まります実行委員会と四つの係に分かれ組織的に企画準備を進め当日の会も実行委員が司会を務め自分たちの力でやり遂げましたそんな高いモチベーションを生む原動力となったのが一年生の最初の単元として今年度新たに新設した地域密着桃中生にできること という単元です地域の実態を調査し地域のために自分たちができることを考えてボランティア活動を企画実行するという活動ですこの単元を設定したことで地域貢献の成功体験というものをモチベーションとしてプレイランド桃山へという流れを作ることができました地域の安全マップを作成したり商店街などで お年寄りのお手伝いをさせていただいたり街頭で桃山地域のことを地域の方々にインタビューしたりと生徒一人一人が自分の設定した課題に取り組む中で地域と自分との関わりに関心を高めていきましたまた地域との共同という視点からの改善として昨年度よりプレイランド桃山の準備に地域の方をゲストティーチャーとして招き 当日の交流会にも参加していただくようにしましたまた今年度は地域の行事に参加して総合的な学習の時間の成果を見ていただく場としましたこれはその地域行事にプレイランド桃山で運営したブースを設置して地域の人に楽しんでもらったりあるいは地域密着で作成した地域マップを展示したりもしました このようないくつかの改善により長年継続してきた取り組みを今の子どもたちの課題に合ったものに変えることができましたまた地域を身近に感じ一人一人が自分にできることという視点で課題を設定し探究に取り組むようにもなりましたまた本研究をきっかけに小中一貫の全体計画を作成することにも取り組み始めましたこちらは小中合同で行ったワークショップの様子です まずは小中の4校で互いの取り組みを知りそしてそのつながりを探るということから始めていますこのような総合的な学習の時間の改善を受け教科等では総合的な学習の時間との王冠をテーマに授業研究を行いました昨年度は総合と教科等の学習をつなぐ視点として目標の共有内容や教材のつながり 学習方法のつなながりり等に着目しし横断的な取り組みを模索しまえした単元配列表の作成やクロスカリキュラムあるいは複数教科でのコラボ授業といったさまざまな取り組みが生み出され一定の成果は感じましたが多様性はあるもののつながりの軸というものが曖昧で全体としてしっかりとした骨格をなすものではないなという印象が非常に強かったです。 そこで今年度はさらにそのつながりを広げ互いの関係性を見極めることに取り組みました教科等でつけた力が総合学習で活かせた逆に総合学習における学びが教科等の学習を深めたこのような王冠を意識してその王冠の軸を設定することを考えましたその軸として着目したのが総合における 探究的な学習の4つのつ過程です課題の設定情報の収集整理分析まとめ表現という4つの過程を充実させるために各教科等でどのようなアプローチができるのか各教科の見方考え方の何がどのような場面で活用できるのかまた逆に教科等で育成を目指す力が発揮できるような総合学習の時間になっているのか 互いの関連を探りました。1年間の研究の流れです。教科会の時間を時間割の中に固定して、毎週継続的に研究を進めることのできる体制を作りました。そして年2回の公開授業を軸として、授業改善の研修等を行っていきました。これは秋に実施した授業研修会の様子です。 まずは各教科で考え実践してきた四つの過程とのつながりを出し合い担当教科の異なる教員同士でグループを組んでワークショップを行いましたこれによって教科と総合のつながりだけではなく教科同士のつながりというものもおのずと見えてきましたまた一年目に取り組んださまざまな取り組みについてもこの部分と関連があったんだということに気づきもありました 例えば複数の教科で共通した力を身につけ活用するというような場合に連携が図れたり教科ごとにつけた別々の力を組み合わせて一つの活動に生かすことを考えたりあるいはその過程において中心的な役割を担う教科があったりといったような関係性が見いだされました。つい先日、1週間前になるるんですすが、この成果や課題を確認する場として、 本校で研究報告会を実施し、そこで授業を公開いたしました。そこでいただいた意見等も参考にしながら、この研究を継続し、最終的には相関図のようなものを作成することを目標としています。3つ目の研究は、教育活動に検証・改善に関するものです。ここで具体化された目標・取り組み・評価が生きてきました。 より多くの教育活動にこの視点が盛り込めるよう校内資料にも見えるかを図っています具体化された目標に基づく検証改善の実践事例として先ほどご紹介しましたプレーランド桃山の例をご覧くださいこちらは赤と青の資質能力ごとに設定した目指す子どもの姿です 昨年度はこのような姿を見取るためにポートフォリオ評価を活用しました生徒の学習過程における気づきや学びをこのような多様な視点を与えて記録させ評価に活用しましたただ何枚ものワークシートに無計画に記録させていたのでは検証が大変ですしさらに記述の内容というものだけでは各力に課題のある生徒の見取りが困難であります そこで今年度は次のような工夫をしましたえまずは評価材料の計画的な準備ですえポートフォリオあるいはアンケートというものだけでなくビデオや写真による記録も活用しましたえまた学習成果をみとる重要な場面である学習発表においても見る視点を定め教職員の中で共有を図って臨みましたそして これらの評価材料を集めて行う検証は担当学年や係りだけでなく全教職員参加のワークショップとしました実践例として効果のあったワークショップの手法をご紹介いたしますこれはレーダーチャートを活用したものです先ほどの目指す子どもの姿を各項目として取り組みの評価をレーダーチャートで示しましたプレーランドの取り組みは 係別活動を中心としていますので係による差というものも顕著に現れ改善に生かすことができましたこの評価を行うためのワークショップの様子ですこれは生徒の学習カード等の技術やアンケート結果からの見取りを行っているところですこれは写真資料も活用しながら実際に指導に当たった教員が活動中の様子を説明しているところです これはレーダーチャートを作成しそれぞれについて見とれた成果と課題を2色の付箋に色分けして貼り付けているところですまたこのレーダーチャートの作成については生徒自身にも個人の自己評価として行わせました指導者と生徒が目標と評価を共有できるというだけでなく指導者と生徒の作成したチャートを比較することで何か見えてくるものがあるのではないかと考えています これについては生徒に対象に先日実施したばかりですので今後分析を進めたいと思っていますまたこのレーダーチャート活用の手法はあらゆる教育活動の検証に活用できるのではないかという可能性を感じていますので今後活用を進めていくつもりですこのようなワークショップを行う時の工夫や留意点についてまとめましたのでまたご覧ください研究期間を終えても継続できるために最も重要視したのは 限られた回数時間でできるだけ大きな成果を上げるということです今後は検証の対象というものも精選し年間計画に盛り込みたいと考えていますレーダーチャートのほかではマトリクスや図表に付箋紙を貼り付けるという手法が大変有効でした付箋紙に書き込む内容を絞り込み明確に示すことで短時間でも質の高い議論が可能になりました またこのようなツールを用いることで検証結果を資料として残すことも容易になりました例えば出来上がったものを写真に記録しておくだけでも十分引き継ぎ資料として有効なものとなりますまたこのようなツールの活用を工夫すること自体が子どもたちの学習活動で使用させる思考ツールなど考えるための技法についての指導者側の研修にもなるのではないかと考えております 検証改善についてご報告する最後の取り組みは保護者地域との共同です学校運営協議会や PTA 本部会と連携しこのような取り組みをしました今後はより多くの皆様と協働が図れればと考えております最後になります4つ目の研究は生徒自身による PDCA サイクルの活用です最終的には生徒自身が目標を持って活動し自己評価をし 次のステップに進むことこれが最も大切ですその取り組みとして生徒会活動に PDCA サイクルを活用させることに取り組みました生徒会役員を中心に学校教育目標に基づいた目標設定をし自分たち生徒会の活動を PDCA サイクルに乗せて見直すということに取り組みましたそしてその成果や課題の発信により全校生徒や小学校との共有も図りました またこれらの過程で教科等の学習で身につけた力を活用させることも意識しました今後はこの成果を授業をはじめとする学習活動にも広げていければと考えています最後に研究の成果と課題また今後の取り組みについてまとめました大きな成果は教職員生徒保護者地域小学校それぞれで焦点化された目標を共有することができ その結果教育活動や組織体制が整理されたということですこれらの意識の改革については学校評価アンケートや教職員を対象とした調査の結果にも表れていますまた教育活動の検証改善において年間を見通した計画のもとで効率の良い PDCA サイクルの運用ができるようになってきたことというのも成果の一つですそしてこれはまだ課題の方も大きいのですが 教科と横断的な取り組みが少しずつ具体化されてきたことです課題としてはやはり総合的な学習の時間そして教科等の授業のさらなる改善が必要です総合的な学習の時間については本研究ではこれまでの単元を大きく変えずに改善を進めてきましたが今後は研究成果を生かして 小学校とともに新しい指導計画を作成し直すということも視野に入れる必要があると考えていますそしてここが一番重要な点ですが本取り組みが狙いとした子どもたちの資質能力の向上につながるものであったのかということを引き続き検証することです現段階の分析では主体性や共同性といったものの育成を意識しながら学習活動に取り組めるようになった生徒は大変多くその点については アンケート等や学習活動の見取りによってて確認ができています、えー、しかし本当にその力が身についているのかまたそれを生活の中で活用できているのかといったような踏み込んだ部分については正直なところ大きな変容はまだ見とれていません、えー。本研究によって改善された教育活動を引き続き次年度以降実施していく中でその変容を確認していきたいと思います。 最後に地域社会との連携について本研究では学校運営協議会や PTA 本部会との連携を強化してきましたが今後はより多くの方との共同が可能となるような工夫をしていくことが課題であると考えていますこれらの成果課題を踏まえ今後の取り組みとしてこれらのことを挙げ次年度に引き継ぐつもりです簡単ですが以上で研究概要の報告を終わりますご清聴ありがとうございました それでは参考に対する質問のある方いらっしゃれば挙手をどうぞはい。ありがとうございました大阪府の泉佐野市立新池中学校の徳野と申します質問ですが京都市立桃山中学校さんにご質問です え最後一番大事なところということで課題でえ本研究による取り組み子どもたちの資質能力の向上につながったものであるかをえ継続的に検証する必要があるとでえ本校もえ事業改善とかをえ力入れてるんですがこの検証の部分というのがすごくえ悩んでいる部分でありましてえなんとなくえ力ついてるよねとかえそんなふうに現状 自分のとかなってしまっているので、どういうふうに見取っていくのか、そしてどういうふうなところになればそれがあの資質能力の向上につながったと言えるのかっていう部分について具体的に教えていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、本校としても一番あの頭を悩ませているところでもあります。 見取りについて特に本校が掲げているのが主体性共同性という非常に漠然としたものでありましてなかなか数値等での読み取りが難しくなっていますしかし客観データも必要であろうということで4憲法や5憲法を交えた学校評価のアンケートですねとか総合的な学習の時間の振り返りとしてのアンケート の実施でどれぐらい例えば主体性共同性に関わる項目のポイントが上がっているかというようなところの検証はしております。でただやはりあのそれ数値上のものでしかなくてなかなか大きな変容を見にくいというところもありますのであのやはりあの先ほどご紹介したワークショップのようなものこれ小学校とも共同でやっていますがそういう中で実際にもあ,あの 目の前の子どもに対峙していただいている先生方が見られてどう感じられているかということをワークショップの中でやることでまあその評価の基準というものも揃ってきていますあ,のある先生はあのこのぐらいできたらいいと思ってたけれどもそうじゃなかったというようなこともありますのでそのあたりの,あのすり合わせという意味でも非常に全教職員でのワークショップというのは有効な手法であったかなというふうに考えていいまます、はい、答えになってるか分かりりせんがありがあとうございます。 他にございませんでしょうかはい今マイク参ります失礼します本日ありがとうございました埼玉県久喜市立久喜小学校の飯岡と申します、えー、北海道教育大学附属函館中学校さんと京都市立桃山中学校さんに質問なんですが 今いろいろな時代がこう移りゆくということでいろいろな力をつけた方がいいんじゃないかという中で力を桃山中学校さんの方は主体性と地域や他者とより良いつながりを築こうとする態度という形で焦点化したりだとか函館中学校さんでも 学校として育成を目指す資質能力ということで各教科等において育まれる資質情報活用力、市民として求められるという形で焦点化しているのかなと思うんですがどのような形でそのように焦点化をしてどういう話し合いを持ったかなど経緯も教えていただけるとありがたいです。よろししくお願いいままますすではまず付属函館中学校さんからごご質問ありがとうございますとと 本校あの学校教育目標の中の文言の中から、まあ学教科の部分と情報活用能力、市民性のところを全体計画の方の一番上にあるような形の中から選んだところであります。特にと、本校はタブレットを使った学習の方を6年ぐらい前から続けておりまして、その中で、 まあ、情報活用能力は必要になるというふうに考えたところもありますので、そのあたりでこの3つのところを設定したところでありました。以上ですですすははさんい失礼します えまずあの本校については研究指定を受けたこの昨年度の頭に学校教育目標自体を大きく変えております。でそこに至る経緯ですが小学校との連携を非常に以前からやってきましたので毎年小学校と共同の中で子どもや地域 に対する課題ですねそういういものは毎年検証してきてきいますその中でやはり根強く、えー、みんなが課題だよねというふうに感じていたことにその主体性に欠けるなという部分とちょっと他者とのつながりというのが弱いということが毎年出てきていましたのでその辺りをあの高架の小学校の校長先生方とも相談する中で設定していたという経緯があります。 で現在はあのー、研究の取り組みの一環としまして、小学校とも合同で年間反省を行っている、えー、取り組みがありますので、まあ、その中でも今年度また取ってるんですが、えー、本校生徒に足りない力は何なのか、逆に強みは何なのかということを、全教職員の方からご意見いただいて、また次年度の、えー、目標設定に生かしていきたいという取り組みをしておりますす以上で福岡教育大学附属小倉中学校の柴田と申します。 3校のダイナミックな実践と先生方の協力の姿が見えるご報告で大変勉強になったんですが3校にお尋ねしたいのが2点ありまして1つはどの学校も総合的な学習の時間がその中核として機能しているように思うんですけれども今回、総則の中にもカリキュラマネジメントのことが入って教育課程全体でというのがかなり強調されていると思うんですが あの総合的な学習は従前からあのそういう視点が入っているあの時間として機能してたと思うんですが、まあ、今回この研究に取り組まれてですね従前の、えー、それぞれの学校での総合的な学習の取り組みと今回仮マネのカリキュラマネジメントの視点を入れたことによって大きく変わった部分があればあの教えていただきたいというのが1点でございます。えー、もう一点は、えー、総合的なな学習が絡まないとところでのの教科間の連携とか えー、いうようなことは、えー、実情としてあるのかどうかということをあの2点お尋ねしたいでは、これはの多分裏表の関係なので、一つでポンと答えられるんではないかと思いますので、函館中学校さん、表彰附属さん、もめいま中学校さんの順で。失礼します、函館中学校の教務主任に位しております、軍事と申します、ご質問いただきまして、ありがとうございます。 えと従前の取り組みの違いということですが本校大変お恥ずかしいんですけれどもこれまで総合というのがです、ね、あまり意識されてない部分が非常に強くありました特にあの探究的な学びの過程を特に大事にせずにです、ね、例えば失礼しまっ、えー、と宿泊的行事に行ったそのまとめと絡めてというような取り組みが大変多かった実態がございます、えー、ですが探究というもののその学びの過程をきちんとしてそれにのっとって3年間 続けていくということをまずしっかりと据えて、そこに各評価がどう貢献できるか、そして資質能力ベースで考えましたので、各評価で、えー、と力つけたものが総合で発揮される、総合でついた力が各評価で発揮されるというようなところでございますので、内容として絡まない部分はもちろんあるとは思うんですけれども、つけたい力ベースでいったときには、おそらく多かれ少なかれ絡んでいる部分があるのではないかというふうには考えております以上です。 はい、えっ、ー、と、ありがとうございます。兵庫教育大学附属中学校です。えっ、ー、と、一点目の総合を軸とした、えっ、ー、と、カリキュラムマネジメント。 をやった上で、大きく変わったことですけれども。えっと、教科で意外とあのないがしろにされていた。えっと、問題を発見する力っていうのが、非常についたと思います。まあ、クロスカリキュラムはテーマを決定するものですもので。あのテーマを教師側で決定したりしたときに。あの、意外と受け身になりがちなんですけれども、探求のサイクルを1週目から2週目に。加速させる、そこで、問題発見能力っていうのを、すごく意識させて。います。え、それが教科で生きてきて、結局授業改善の方に、あの。 つながったというふうふに考えておりますすす生徒の課題を発見する力ですもう一つが、えー、と総合が絡まない時の教科官の連携ですけれども、えー、と別にそれを指定したわけじゃないんですけれども、まあ、2年間取り組みをやる中であのすごい同僚性が高まってきました、まあ、本校があの職員若いっていうのもあるんですけれどもあとその中で例えば、えー、と兵庫県ですので1月には防災学習が必ず義務付けられていたりだとかそういうのがあった時にもう自然と理科の先生それから社会の先生だと それから国語の先生たち防災の係の先生たちがですねあの話してじゃあここでこう,こういう時期でクロスさせようかとか、えー、というふうな姿が、えー、と1年目終わったぐらいからちょいちょいずつですね少しずつ出てきておりますそういったものを見てまた生徒たちもあの他のところで関連づけてとていうのを別にシーズン以外でもですね、えー、とそういうふうな目で見るような力がついてきたのかなと思っていますすみません以上です。 はい失礼します。え一、ー、つ目につきましてはまあ、ずばり言えばあの学習指導要領に、えー、忠実なものに変わってきたということが挙げられます。やっぱり今までなんとなくやってきたことを理論に基づいて整理ができたということです。二つ目については、えー、こういう研修をしていく中で。 あのおのずと教科間でお話をする機会とか、他教科の取り組みを知る機会が増えましたので、自然とあのこんなことやってみないという声が上がったりえ、こんなことできそうだなというアイデアが湧いてきたりというような変容ありましたえ、実際にいくつかそういうあの取り組みをされている教科もありますので、また今後、広がりがりできればと思っていますではもう一つくらいになりますが、いかがでしょうか、マイク参ります。 佐賀大学教育学部附属中学校から来ました落合と言います函館中学校の先生にお尋ねをしたいと思っております本校の方も3つの学びの実現に向けて日々授業改善とカリキュラムマネジメントの充実ということで頑張っているところですがまずこの単元デザインシートですけれどももう育成を目指す資質能力 それを明確にしていてさらにこう総合と絡めたということでもう作られているものを見るとびっくりして、えー、勉強になるなというふうに思ったところですそこのデザインシートについての質問です2つあります1つ目はご説明あったかも分かりませんがすべての教科とか全学年全単元でこれを作成するということに至って作成整備するのに大体どれぐらいの時間がかかったのかということ2つ目はこの単元デザインシートの 先生方のですね函館中学校の先生方の活用率はどれぐらいなのかまたその活用率が高い場合については研究部として何か対策を講じているのかそこについてお聞きしたいと思いましたよろしくお願いいたしますはい、ご質問ありがとうございますと単元デザインシートですが先ほどもお話ししたように以前まだ資質能力シートと単元デザインシートの方を作成しておりました特に資質能力シートの方は まずは活用を見いだせるというところで各教科の先生方にお話をしていただいて少しずつこう当てはまるとかどこかなってことで時間を少しずつかけながら第1弾の方を作成しておりましたその第1弾のところを期間です期間でいうと、まあ、なるべく時間がかからないようにな,なんとなくでもいいのでその活用が 見込まれるんじゃないかなという視点を持って作成していただいたのでそんなに時間はかかってないかなと思います特に共通様式でエクセルの方に入れてもらうという形で行いましたのでそんなに時間はかかっておりませんただそのできたものを まず1年目で改善をしていき、2年目で、または3年目という形で形をこう少しずつ変えながら、まあ、内容の方も少しずつ変えながら作成いたしております。特に今年度の単元デザインシートバージョン5の方は、まあ、質能力シート、単元デザインシート、どうしてもこう2枚あるとすごく多いということで、それをこう1枚という形で簡素化した形で作成をしておりました。活用率なんですけどもまずは 生徒の評価をする、まあ、カリキュラム評価をする段階でまず単元デザインシートを生徒の方に示し示した内容で終わった後とに、まあ、アンケートという形でどうでしたかということでアンケートを取っておりますという形をほとんどの教科がやっておりますのでほとんどの教科で活用されているというふうに考えております以上です。 はいいありがとうございました予定の時間になりましたので、次応答はここで閉じさせていただきます。この後、えー、皆さんにはですね、なるべくであれば4人か5人ぐらいのグループをこう組んでいただいて、この後各3校についての、まあ、アドバイスだったり、ご意見をいただく時間を取りたいと思います。大体あの3校ですから、30分と取っておりますが10分ぐらいずつしかありません。 なお、あの発表もです、ね、先ほど申し上げたとおり、ギャラリーウォークというスタイルを取りますので、このように画用紙1枚ずつに、付属函館中、表京大付属中、桃山中と書いていただいて、皆さんの意見をまとめていただく形になるかと思います。でこれの、まとめていただいた後このテーブルのところにポンと上げれば、どなたでも見れるようにギャラリーウォークができるかと思いますので、 ではこのあと、ね、グループを組みますと、事務局がマジックと画用紙3枚を各グループに持っていきますので、それで先ほど申し上げたりだり、大体最初の10分間を函館中、そして真ん中の10分間を表彰大附属中、そして最後の10分間を思い場中、そして11時55分ぐらいになりましたらば、 画用紙の上を一旦整理していただく時間を5分間取りたいと思います。その後、皆さんでギャラリーウォークをして回ると。おそらくあの多くの先生方が斜メ取るはずなんです。なのです、すごいちっちゃい字で書かれたりですね、付箋を貼った状態だと、おそらくあの見取れないと思いますので、ちょっと距離を置いても、斜メを取っても、分かりやすいように、太マジックをあの準備しておりますので、マジックを使ってまとめていただければと思います。あの大変ハードなスケジュール。 タイトなスケジュールで申し訳ありませんがこのような形で協議をさせていただきますそれでは大変恐しいですが周りの先生方となるべくであれば4人か5人で1グループを組んでくるっと椅子を回して輪になっていただけますでしょうかではやってみましょうどうぞ分からなくここ自由に差し替えないと一つずつお話ししてこれおしゃれさん貼るんではないと言われましたね信じてるってい,いう中であったですけ

35分から、それを自分たちのところにどうやって生かしていけばいいのかな、生かすためにはやっぱりいろんな工夫が必要になってるだろうし、その手立てを考えるために、こういうところに参加してるんだろうと思うんですけど。<laughs> <laughs> から身につけなければいけない力を各教科の組み立ての中で各教科でねどのように絡、ね、んでいるのかっていうのをちょっと、ねうん、収穫になるテーマの設定示していただけるとあ可能なものでもまた可能なもの テーマが一番難しくて、思いつきで結構やっているようなこところがあったのでの結構リンクしてますね。っていうのがあるんですけ焦点化してるっていうことが、景気の実態だとかで、どんな力をつけさせたいのかっていうのがあったりして、この総合的なっていうのは、まあ、現代的な諸課題に今、立ち向かったときに、子どもたちにはこの未来にえる。

だから、ね、去年、魚釣りやってたから、ね、自分たちが飛ぶなと思ったのか、最後に子供もたちがどう感じたのかっていうのが、ちょっと知りたか,かっ,てかなっ,て思ったするのいうかなと。うんうん